ふみのときめきは、日本の競争馬である。2003年12月14日に、阪神競馬の新馬戦でデビューするも、以後10戦連敗、地方競馬の荒尾競馬場へ転入する。後に、JRA へ戻り、2005年5月15日に、主戦騎手として、石山茂を安城に迎え、障害競争デビュー。デビュー戦と2戦目は連続で三着に終わるが、3戦目で、初勝利を挙げ、 続くオープンで連勝を飾ると、自走の小倉様ージャンプでは2着のイブキリムジン王、以下に大差をつけて3連勝と、重賞初制覇を果たした。4連勝を狙って臨んだ。阪神ジャンプステークスでは、2周目8号障害で、落馬を喫し競争中止に終わった。長期休養が明けて、復帰戦は2006年10月28日の500万、下条件戦に出走するが5着。 さらに続いては障害競争に戻り一番人気に支持されたものの3着に敗れたが12月23日に行われる中山大障害への参戦が決定した3番人気に押されるが12着と大敗する年明け初戦は11周で臨んだ牛若丸ジャンプステークス7番人気と低評価だったが2着丸物トップ以下に大差をつけレコード価値を飾った 2007年は、春麗ジャンプステークスに出走。公栄トライなどの競合が揃ったレースで3着に入った。しかし続いてのペガサスジャンプステークスでは一番人気に、支持されるものの最初の水合場外で落馬、競争重視となった。その後の東京ハイジャンプ、小倉サマージャンプでは共に見せ場なく敗れた。その後、国慶園により、約1年間の休養後、2008年は、 オープン、阪神ジャンプステークストにそうして、共に見せ場なく終わり、9月24日に JRA 競争馬登録を抹消し、引退した。現在は、滋賀県の湖南牧場で乗馬となっている。ありがとうございます。